というわけで、皆さんこんにちは、 B ブレイクマネージャーのみゆきです。今日は私がお送りしたいと思います。本日お送りする動画はですね、 B ブレイク創設して初めての公式戦、初優勝を飾ったゼブラ杯をお送りしたいと思います。とは言ってもですね、こちらの公式戦もう5ヶ月も前に行われたものなんで、今日はハイライトでお送りします。ではどうぞ。まず B ブレ打撃編第3位です。こちら準決勝、ジュネスプライドさんとの一戦、6番セカンド郷大、2回の表0対0、ボールファールボールファールボールのフルカウントからのこの一打。完璧に捉えて、あわやホームランみたいな当たり、ライトオーバーのツーベースでした。すごい。この当たりがチームの起爆剤となり、後の回に B ブレイクが先制点を取ることになります。続きまして第2位、これはこの大会文句なしでした。皆さんご存知、 B ブレイクのキャプテンセンター砂健、ゼブラ杯初戦湘南バイパーさんとの一戦、ワンアウト満塁からのこの一打。センターを起こすスリーベースヒットで走者一気に生還して3点追加しました。さすがキャプテン。続きまして第1位、ゼブラ杯打って走って大活躍やった5番 DH 大輝。試合は先ほどの相手ジュネスプライドさん、4回表2アウトランナー3塁、先制点を挙げる大チャンス。一言声をかけられ、力強くうなずいた大輝、ツーボールからのこの一打。出た貴重なランナーを確実に得点にしてくれました。勝負強いですね。次は守備部門のご紹介です。こちら先ほど同様、ジュネスプライドさんとの一戦、この試合内野にゴロがたくさん飛びましたが、守備からリズムを作るとはこんなことです。ナイスプレーでした。では最後、走塁部門です。この試合打って走って大活躍の大輝、7番内澤のサードゴロ、送球が少しずれたその間にそのままホームへ生還。これが決勝点となり、勝利することができました。文字通り大輝の野球センスが光るプレーでした。ジュネスさんと試合できたこともほんまにいい経験になりました。ということで、皆さん好きなプレーはありましたでしょうか。もしあったらコメントに書いて応援してくれたらみんな喜びます。最後になりましたが、ゼブラ杯に招待いただいたゼブラさん、ありがとうございました。それでは今日の動画は以上になります。ありがとうございました。